はい、どうも、サプリマニアのユッキーでーす。今回は、こちら、サントリーのですね、なんか、公式サイトで、なんか無料でね、1ヶ月分のやつが、そうですね、サンプルが、100% 確定で当たるということで、これ、ご当選おめでとうございますって書いてあるけど、普通に確定だったら 100% なんですよ。うん。で、これが届いたんで、これ開封していきます。こちらが、セサミン EX という、まあ、簡単に言えば、ごまですね。ごま。うん。ごまです。こちらが、90粒入りで、1日3粒。なので、まあ、1ヶ月分と。で、セサミンを愛読している、まあ、人がいるということで、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、こんな感じ。56歳、57歳、51歳って書いてるんですけど、まあ、これはぶっちゃけ、したことじゃないんですよ、こんなもん。こんなもん、したことじゃないんですよ。だって芸能人だったらこんなの普通にいるでしょ。いわゆる56歳に見えない美人とか、ただ単に美人なやつだけをこう、やっただけでしょ、こんなもんどうでもいいんだよ、こんなもん。応募詐欺みたいなもんだ。バカバカしい。んで、知りません。女優、カーライなんとかさん知らん。モデル、日野や、日々のレイさん知らん。名前も聞いたことない。スポーツコメンテーター、コーダニカミカコさん知らん。聞いたこともない。ファッションディレクター、これ聞いたこともない。タレント、はい、聞いたことない。バレンダンサー知らん。フリーアナウンサーこれ知らん。終了。全員知りません。ね、芸能人。知りません。ね。一ミリも聞いたこともない。かすりもしない。かすりもせん。んで、ようこそセサミンでつながる若々しい毎日。うん。うん。セサミン X はなんとなくだるい。朝の目覚めがすっきりしない。今起きたんですけど、起きたのが6時半ですね。夜の6時半ですよ。もはや夜です。気持ちが体についてこない。といった年齢とともに誰もが感じるお悩みに対しておすすめできる商品です。まあ簡単に言えば、50歳とか60歳ぐらいでも、まあ若々しい、何が、具体的にまあ何が若々しいか知らんけども、まあいわゆるね、生姜剤みたいなもんか亜鉛みたいなもんさね、若々しく、ね、セックスできるみたいな、そんなような感じなんですかね。ということです。うん。で、まぁ、あ、いろいろまぁ、あ、うわーって書いてありますけど、そんな、ここら辺もね、全部飛ばした方がいいんですよ、こんなもん。これ全部飛ばした方がいいんだわ。マジで。これ全部捨てる。これはプラシーボ効果による、ね、可能性がありますんで。じゃ、ちょっと開けていきましょう。じゃーん。ん?お。あー。あ、金ピカの粒です。うん。これあれですね。
俺が今飲んでるオメガウルトラ、ウルトラオメガの3の、これと似たようなもんですけども、これね。これの方がはるかにでかいですけどね。これすっげえでけんすよ。いいっすか？この比較。ね。わかりますかね、これね。このデカさの比較。ね。うん。ものすごいでかいのに、なんでこれ色がなんか、こっち濃いんだけど。大丈夫かな？ということです。ね。ウルトラオメガ3。セサミン EX オリザプラス。一応、原材料とか、書いてあるんで言います。名称がゴマ加工食品。で、原材料が、米、灰芽油、加工国内製造とセサミンとゼラチンとビタミン E と、グリセリンとトコトリエール。容量が 33.3g。一粒が 370mg。370mg ですから、まあ、0.3g ってこと、0.37g ってことですかね。一日の目安量が3粒程度。程度って書いてあります。うん。お飲み物と一緒に噛まずにお召し上がりください。うん。賞味期限が2021年の7月。今が2019年の8月30日。うん。で、栄養成分表示が、3粒あたりです。カロリーが 7.42 カロリー。キロカロリー。糖質が、脂質が 0.63g。食塩相当量が0から 0.02g。タンパク質が 0.35g。炭水化物が 0.03 から 0.15g。ビタミン E が 55mg。で、セサミンが 10mg。トコトリエールが 2mg。トコトリエールってのもなんか気にはなるんだけど、何なのかな、これ。一番気になるのがグリセリンですね。グリセリン？理科の科学の授業とかでしか使ったことない、グリセリン。グリセリン。あ、アルコール。無色透明の糖蜜状液体で甘みを持つ。融点は約18度。だが非常に加齢脚になりやすいため結晶化は難しい。冷却を続けるとマイナス100度前後でガラス状態となり、さらに液化した空気で冷却後1日以上時間をかけて緩やかに温度を上げると結晶化する。ガラス状態？初めて見たな、これ。水に非常に溶けやすく、吸湿性が強い。うん。水溶液は、凝固点硬化により、凍結しにくく、強焦点は 66.7 質量パーセントで、マイナス 46.5 度である。意味がわかんない。強焦点っていうのも意味がわかんないんですよ。さらにエタノールとフェノール、ピリジンなど、様々な溶媒に可用であるが、アセトン、ジエチルエーテル、ジオキサンには溶けにくく、ミネラルオイルやクロロホルムのような無極性溶媒には溶けない。
無極性溶媒っていうのもよくわかんないんですけども。まあ、溶媒は、まあ、いわゆる、まあ、水とかですよね。溶かす媒体ですね。無極性、さっぱりは。うん、ということで。まあ、一応、摂取しても特段、大きな害はないが、皮膚や粘膜に対して軽い刺激性がある。可燃性の液体で、日本では消防法により、危険物第4類、括弧引火性液体の、第3石油類に指定されている。うん。なるほど。ちなみに値段はだいたい500円ぐらいですか？ 500ml で500円ぐらいということで書いてありますね。グリセリン。指定薬部外品。これ何に使うんですかね？あ、ひび赤切れに手作りの化粧水の保湿剤だって。Amazon だと1040円かかります。高っ。楽天だと500円ぐらいなんですけど、結果としてまあ楽天500円ぐらい送料かかるんで、まあ結果としては同じぐらいでしょうか。手作り美肌水の作り方。ああ、なるほど。化粧水ね。俺もだから本当に、乾燥肌なんで、これから冬なんで、やばいです。ここら辺がバキバキになって、ひび割れてくるのと、ただし、いわゆるクリーム、ニベアクリームとか、つけるとベタベタするんで、すげえ嫌なんですよ、あの感じ。大っ嫌いなんですよ。なんで、まあ、化粧水を主に使う。あれだったらほぼベタベタもしないし。うん。で、これグリセリンの、まあ、化粧水の作り方が書いてあります。尿素が 50g とグリセリンが小さじ1杯。で、精製水が 200mg。200ml。蓋付きの容器に尿素と水 200cc を入れて、尿素が溶けるまで振り混ぜます。尿素が溶けたらグリセリンを加え、もう一度よく振ります。使用する前に、顔なら10倍、手足なら5倍に水で薄めて使用します。あ、そうなの？最初からこれ10倍、10分の1にしとけっていう話ですよ、これ。生地使うときに10倍とか薄めなきゃいけない。買ったね。最初からもう薄めとけよ、それ。じゃあ。最初から薄めとけっていうかさ、だからもう 200ml でしょ？で、尿素は 250g だから、まあ大体 250ml ですわ。顔なら10倍ですから、まあ、顔にはほぼほぼ使わないんで、まあいいんですけど。手足なら5倍だから、まあ大体手足に使うんで、まあ 250×5 で、1.25リッターですね。うん。もうこれ最初が5分の1でも、やっとけって話。なんか5分の1は尿素 10g と、グリセリンが、小さじ1杯が 5ml だから、まあ 1ml ですね。精製水が 200ml の5ではあるんで 40ml。うん。
これで OK。 うん、なるほどね。よく化粧水とかで尿素が使われてるとか、クリームとかで尿素が使われてるとベタベタしないっていう人いるんですけども、あれでも普通にベタベタするんで、金の無駄です、あれは。ベタつかないっつってな、買ったらめっちゃベタつくんですよ。どこがベタつかねえんだよって話。ということで、この1ヶ月後、これがなくなったらまたね、何か変化があって、お、これ買うわーってなったらですよ。あ、これ買うわーってなったら、これ初回購入キャンペーンで、最大で 15% オフって書いてあるんで、ね。90日分が、本来9800円かける税なのが、8330円プラス税で送料込み。で、これがちなみにこれ30日分ですけども、これでもう、普通だったら4200円プラス税、かかるらしいです。で、さらに送料がプラス350円。え、マジでこれ4500円もする、4200円もするやつ？肌でもらったの。ラッキー。ということで。何かありましたら、1ヶ月後にまたお会いしましょう。それでは、お疲れ様でした。バイビー。